グローバルボーイズグループ、イニ、INI の後藤依存、西博と松田仁が24日深夜に放送されたグループの冠レギュラーラジオ番組、フロムイニ、東京 FM、JFN38 局ネット、25時に出演。西が自身のツッコミについて明かした場面があった。西博と、佐野雄大に突っ込まない理由、最近よく考える時間が多くて、ちょっと自己分析というか、なんか俺って何が得意で何が苦手ですかって、と自己分析をしてみたと口を開いた後藤。その結果、俺は突っ込みできないやと思って、と自分に突っ込み力がないことに気がついたのだという。一方で、西くんはすごいなと思って、バラエティ力、と西を絶賛した。なんかいつもメンバーでいる時も、ボケる時もあれば結構本当に天然でちょっとおバカちゃんな時もあって、いつも、藤巻、京介とか西くんもだし、ほいー、みたいにみんなが突っ込んでくれて、なんか成立する、と、自身はボケの立ち位置で、他のメンバーが突っ込んでくれるからこそバラエティで活躍できると認識しているという後藤。しかし、佐野、雄大も結構ボケたりするじゃないですか。でもボケてきた時に、たまにスルーしちゃう時があって、俺最悪やと思って、と、自分は突っ込まれているが、佐野のボケには突っ込んであげることができないと語ると、なんかずっと心残りあって、俺最悪や、みたいに。俺いつもみんなに突っ込んでもらってるのに俺自分は突っ込まへんって、と猛省していることを告白した。ツッコミもボケもできる西について、西くんすげーな、ハイブリッド、と尊敬を込めて口にした後藤。一方西からは、でもなんかわかる、と共感の言葉が。佐野は、イキリキャラ、君ゆえに、あえて拾いたくない瞬間はある、逆に突っ込んでる自分らの方が負けだと、と、ジョークを交えたフォローが入り、三人で、確かに、と笑い声を響かせていた。